ノースロップフライはカナダの文芸評論家。20世紀で最も影響力を持った文学理論家の一人である。最初の著書フィアフルシンメトリーでウィリアム・ブレイクの死を論じ、一世を風靡した。その後も文芸批評理論を中心に功績を上げ、世界的に不動の名声を得た。著書、批評の解剖は20世紀に出版された文学理論書の中では、 最重要文献に数えられる。米国の批評家、ハロルド・ブルーム曰く、フライは、批評の解剖で、東大一流の西洋文学者としての地位を、確立した。文化批評、社会批評の分野で長年にわたり貢献したフライの、名はあまめく知れ渡り、多数の受賞歴を誇る。ケベック州シェルブルックに生まれ、ニューブランズウィック州モンクトンに育つ。父は、 ハーマン・エドワード・フライ。母は、キャサリン・モード・ハワード。1929年、トロントを訪れ、全国タイピング大会に出場。同年トロント大学ビクトリア・カレッジに入学し、哲学と英文学を専攻。1932年卒業。カナダ合同協会の神学校、エマニュエル・カレッジに入学。見習い牧師として、サスカチュワン州への訪問期間を経て、 1936年、卒業、牧師の資格を得る。同年オックスフォード大学マートンカレッジに、入学。1939年卒業、トロント大学ビクトリアカレッジ講師。1942年、助教授。1946年、准教授。1947年、教授。1952年、英文化主任。1959年、学寮長。 1967年学寮長辞任。ウィリアム・ブレイクの予言的な詩はながら繰り返されず、時には妄想的なざれごととみなされていた。フライはここに失楽園と聖書に由来する因由の体系を見出し評価した。フライが文学研究に与えた影響は大きく、特にハロルド・ブルームとマーガレット・アトウッドに強く影響した。1937年。 教育者、編集者、芸術家のヘレン・ケンプと結婚したが、ヘレンは1986年に死去。1988年、エリーザベス・ブラウンと再婚。1991年、フライは、ガンで死去、トロントのマウント・プレザント墓地に埋葬された。他編著多数トロント大学ノースロップ・フライホール1951年、カナダ王立協会会員。 1958年度、教会ローン・ピアスメダル。1970年度、教会、ピエール・書房メダル。1967年トロント、大学英文学教授のポストに就任。1971年カナダ、連邦政府文化機関も、ルソン賞。1978年ロイヤル・銀行賞。1987年、カナダの総督文学賞。 その他以下の会員、名誉会員に選出された。1972年カナダ勲章。2000年にはカナダ政府によって記念切手に肖像が使われた。長く教団に立ったトロント大学にはフライの名を冠したノースロップフライセンターが設置されている。フォースト、GN、アナトミー・オブ・イマジネーション、カナディアン・リテラチュア195。 根的質、2010年1月31日閲覧。A.B.University of Tronto Guide to the Northrop Fly Papers Victoria University Library Special Collections Northrop Fly for 2010年1月31日閲覧。Air, J.Fly, Harman Northrop The Canadian Encyclopedia Historica Fly, Northrop ロバート・ディ・デナム・エイド・ダイアリーズ・ユニバーシティ・オブ・トロント・プレス、ISBN 0802035388、ユニバーシティ・オブ・トロント・ヘレン・ケンプ・フライ・ビクトリア・ユニバーシティ・ライブラリー・スペシャル・コレクションズ・ヘレン・ケンプ・フライ・ォ・2010年1月31日、閲覧。AB ・ユニバーシティ・オブ・トロント・バイオグラフィカル・スケッチ・オブ・ノースロップ・フライ・ユニバーシティ・オブ・ビクトリア ノースロップフライセンター2010年1月31日閲覧ハリーパーマーギャラリーノースロップフライコンパニオンズオブザオーダーオブカナダギャラリー EH2010 年1月31日閲覧ありがとうございます